ご視聴いただいている皆様こんにちは。ベイカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近ですね、梅雨も明けた感じですかね。また降るのですかね。でもね、最近晴れの日が増えてきましたよね。やはりね、晴れの日気持ちいいですね。ですが先日の晴れの日とはですね、打って変わってですね、少し本日は湿度が高かったです。ですのでね、ちょっと体にねベチャっとした感じはあるんですけれども、やはりね晴れだとね、こう気持ちもねちょっと晴れますのでね、そういった感じで本日は天王寺に向かいたいと思います。最近休日ブログだったり日常ブログをやることになりまして、電車にね乗る機会が増えたんです。今まで自転車でね移動することが多かったり、パン屋さんに行くことが多かったんですけども、やはりね自転車に乗りながら撮影などは危ないので、そういったところをね踏まえて電車でねパン屋さんに行くことにしております。まあ時々はね自転車で行くこともあるんですけどね。そして私事にはなるんですけど、先日ね私の夏の格好についてね少しお話しさせていただいたんですよ。でその時にこのですねスリッパって言うとあれなんですかね、サンダルって言うのがいいんですかね、このサンダルがお気に入りっていう話をしたんですよ。でその際にこのサンダルの名前をねビリケンシュトックって言ってたんですけども、ビリケンじゃなくてビルケンなんですね。もうめちゃくちゃ恥ずかしくて、コメントでね教えてくださった方本当にありがとうございました。ビリケンシュトックじゃなくてビルケンシュトックなんですね。しかもストックじゃなくてシュトックなんですね。もうね私ここすごく間違ってて、もう全部間違ってなっちゃうかなって、ビリケンストックって言ってなっちゃうかなと思ってね、本当に申し訳なかったです。正式名称はビルケンシュトックさんですね。これがねお気に入りなんです。大変失礼いたしました。というですね、私のお話をしている間にですね、目的地でありますドンクのアベノハルカス店さんに到着いたしました。このドンクさんね、とても広いですし、本当にパンの種類ね、全部で200種類ぐらいあるんじゃないかなっていうこのボリューム感。いやー、さすがの名店ですよね、これは。本当に。そしてね、やはり百貨店の中に入っているということもありまして、コロナ対策がね、本当にすごかったです。まず全てでこういう風にねケースに入ってて、まあ、手前から引いて開けて、そしてパンを取るっていう形なんですね。そしてそのね取っ手の部分、もう本当にかなりの頻度でね拭いてはりましたね。私がいる間でもね2回ぐらい見たんじゃないかな、10分ぐらいしかいなかったんですけど、もうパンを補充される時にもう一緒に拭くみたいな感じですよね。だから本当にこう衛生管理がね徹底されてるなと思いましたし、そのこのプラのねケースもやっぱりたくさん触るとそのパン自体にねこう指が触れたりもするんで、しっかり触れないようにパンもね奥に入れられてて、本当にしっかりね管理されてるなと思いました。そしてちょうど行ったらね夏フェアみたいなのをされてて、夏野菜だったりあとはレモン系、そしてまあトウモロコシですよね。こういうのを結構ねラインナップで抑えてありましたし、やはりこういうラインナップを見ると、あ夏が来たな、こういうフェアを見るとあ夏が来たなっていう風に思いますよね。そしてやはりねドンクさんのラインナップはですね、主力は菓子系になってます。菓子系が4割程度、そして惣菜が3割、そしてあとのどうだろうな、3割の中の2割ぐらいがサンドイッチとか系かな。で残りの1割がハード系っていう形でした。でハード系も、まあ、ドンクさんなので結構こうソフトな食べやすい日本人向けのハード系ですので、本当にこう皆さんに愛される老若男女皆様が好きなパンをね相変わらず作り続けておられて、素晴らしいお店だと本当にたびたび来るんですけども、再度こう実感したというか、うーんすごいと思いましたね。そしてお店はね相変わらずの大繁盛でしたね。3つレジが空いてたんですけど、常にね3人から4人ぐらいが並んでる状況でして、そしてお客さんが帰られてもすぐ新しいお客さんが入ってくるっていう形でしたね。いやー素晴らしいですよね。こんだけ回転上がると、しかも平日の何時だったかな、これ1時とか2時ぐらいやったんですけどね、いやーすごいですね。そしてねそういう風に思いながらこうパンを買ってねウキウキしながら歩いてたんですけど、さっき見張りました動画鳩さんがね地下に迷い込んでおりました。そしてねそこでラーメンかなうどんかな売ってたんですけど、食べたかったんでしょうかね。たまたま私がねよく見かけるのかもしれないんですけども、私大阪に来てからよくね地下で鳩を見るんですね。大阪だけなのかな、皆さんのところってちなみにどうですか。なんか大阪の地下街というかこの地下鉄とかよくね歩いてるんですよね。乗るんですかね電車に。そんなことをね考えながら今日は歩いてきました。そうしてる間にですね食べようと思っていた場所に到着いたしました。
本日は天王寺公園の中にあります天芝という場所で食べようと思います。ここね、真ん中にね、芝生が敷かれててね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。なのでまずは手前のね、ファミリーマートさんでね、アイスコーヒーを仕入れたいと思います。このアイスコーヒーね、やはり100円のクオリティでね、これはやっぱいいなと思います。美味しいです。本当に愛用してますし、まあ外に出る時ぐらいしか確かに買わないですけれども、やはりね、このクオリティであればもう十分だなと思います。まあ、時々ね、スターバックスさんだったりドトールさんもね、行きたいなと思うんですけど、100円でね、このクオリティですので、結果的にこのコンビニさん、ファミリーマートさんだったりローソンさんになってしまうことが最近多いです。そして芝生がね、あるとお伝えしたんで、本日はね、芝生で食べたいなと思いながらね、ちょっとこうウキウキしながらね、歩いてたんです。ですが遠目に見た時に、あれ芝生誰も座ってないやんっていう風に思ったんです。そして近くに行って確認してみたところ、芝生にね、水をまいてありました。芝生がね、元気に育っていました。ですので今回はね、残念ながら芝生では食べられないんですけども、横のね、ベンチに座っていただきたいと思います。そして天王寺公園の中にね、こういう風にキャプテン翼サッカースタジアムみたいなのがあって、そこにね、フットサル場があるんですよ。ここを昔私ね、3ヶ月ぐらいね、来てたんですけど、なかなかね、仕事終わってから家と違う方向に行ってフットサルして帰るっていうのがもうめんどくさくなりまして、3ヶ月ぐらいで行くのをやめちゃいました。いやー、でもね、やっぱ運動しないといけないからね、動かないといけないなと思うんですけどね、なかなかね、あえてそっちに行くってなるとめんどくささがね、勝ってしまうんですよね。ここをね、ちょっと直したいなと思うんですけどね、難しいですちょっとね、曇ってるんですけど、いい天気ですね。でね、やっぱドンクといえばコーンパンですよね。コーンパンを今日はいただきたいと思います。いただきます。これね、食パン生地にね、コーンがね、たっぷり入ってるんですよ。うん、美味しい。これね、安定のドンクですね美味しい。やはりね、外で食べるパンは美味しいですよね。なんていうんですかね、この空気っていうんですかね、こう風を感じながら食べるパンって、本当にそのパン自体はね、もともと普通に食べても美味しいんですけど、まあ、3割から5割増しにはなりますよね。それにコーヒー、まあね、コーヒー、あと紅茶でもいいな。このね、バランス、このパンと紅茶とコーヒーのバランスがね、もう最高なんですよ。プラス外、しかも今回は緑がある公園、もうね、最高の一択ですよね。もうほんと間違いないと思います。最高の一日でしたよ、今日は。そして次に和糖のメロンパンをいただきます。このメロンパン、和糖を使ってるっていうところからも、やはりね、甘みは少しね、控えめに感じましたね。ですが非常にソフトで本当に食べやすいメロンパンになっておりました。そしてこのメロンパンの色がね、また公園のこの緑にね、映えるんですよ。なんかね、すごく美しかったです。神々しさすらね、感じました。そしてこの風にね、当たりながらコーヒー、そしてメロンパンを食べる、いやー、最高。いやー、天気も良かったんでね、大変美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you were having trouble.